どうも、フローバックです。この度、7月16日に開催されるドラフェス2022にフローバックの出演が決定しました。ありがとうございます。ドラフェス出演にあたって、マサールさんから気持ちを。はい、まあもう本当に僕たちらしく、フローバックらしく会場を、一体と巻き込む、いいですね。何より本当楽しんでいきたいなと思います。はい、はい、そしてですね、ドラフェスさんから、質問が届いております。何でしょう。トヨスピットでの思い出はありますか？思い出か。思い出あるんですよね。あります。私フローバックですね、4人体制になって、今年から、本格的に活動を開始してるんですけど、はい、4人体制になって初のステージに立ったのがトヨスピットだったんですね。思い出です、ね、思い出ですかね。とにかく楽しもうっていう気持ちでやってたもんね。懐かしいですね。懐かしいです、またトヨスピットでライブできるのが嬉しいです。楽しみです。さらにさらに進化した姿を見せれると思いますので、ぜひとも遊びに来てください。以上、フローバックでした。